マハダオンダは、スペイン・マドリード州のムニシピオ。スペインの首都マドリードから約 16km 北西に、あり、マドリード大都市圏に含まれる。2017年の人口は7万1299人。標高は 740m。スペインの首都マドリードから約 16km 北西に、あり、マドリード大都市圏に含まれる。丘陵を挟んで、マドリード側には、 上流階級が多く住むことで知られるポスエロデア・ラルコンがある。スペインの首都マドリードとガリシア州の州都アコルーニャを結ぶ A-6 号線はマハダ・オンダを通っている。マハダ・オンダの北 2km にあるラスロサス・デ・マドリードには1962年に高さ 264m の放送用アンテナが建設され、当時はマドリード圏で最も高い構造物だった。 マハダ・オンダの町の設立についてははっきりとしたことは分かっていないが、建設者は13世紀までにこの地に住み着いたセゴビア人羊会であるとされることもある。16世紀初頭には約400の人口があった。16世紀末には約200の家屋があり、約800の人口があった。スペインオーゴン世紀には、ミゲルデセルバンテスの小説、ドンキホーテや、 フランシスコでケベードの小説、大悪党ブスコンロ生涯などでマハダ・オンダの街が言及されている。スペイン独立戦争中の1812年には、フランス軍とイギリス軍の間でマハダ・オンダの戦いが行われ、マハダ・オンダの街は荒廃した。1930年代後半のスペイン内戦は、この地域にも大きな影響を与え、内戦中には、 人口が大きく減ったものの、内戦後にはより現代的なグリッド状の街として再建された。1960年代には、マドリードのベッドタウンとしての都市化が進行した。1960年に2916人だった人口は、1970年に5077人、1981年に22852人と、急増し、道路の舗装。 下水道の整備、学校や病院の設立が行われた。1975年にフランシスコ・フランコが死去して民主化が行われると、1979年に初めて行われた選挙ではスペイン社会労働党の候補が市長に当選した。1986年には詩人のカルメン・コンデの名を冠したカルメン・コンデ文化の家が開館した。 1998年には、テノール歌手のアルフレード・クラウスの名を冠した、アルフレード・クラウス私立公開堂が開館した。女優作家のカルメン・ラフォレットは、2004年に、マハダ・オンダで死去した。2009年には、マハダ・オンダに、マドリード自治大学の付属機関であるマハダ・オンダ、プエルト・デ・イエーロ大学病院が開業した。 クルブイングルーに在籍していたハビール・フェルナンデス1976年には、サッカークラブの CF ラージオ、マハダ・オンダが設立され、1976から77シーズンには、マドリード州四部リーグに参戦した。1987から88シーズンには初めて、リーガ・イスパニョーラのテルセーラ・ディビシオンに参戦し、1997から98シーズンには初めてセグンダ・ディビシオン。 B に参戦した。2017から18シーズンには、セグンダ・ディビシオンで1位となり、昇格プレイオフでは、ロスタイムに起こった相手のオンゴールで、FC カルテヘナに勝利。2018から19シーズンは初めてセグンダ・ディビシオンに参戦した。アトレティコ・マドリードの公式練習場であるシューダ、デポルティバ・アトレティコ・マドリードは、マハダ・オンダに位置する。この練習場内には、 CF ラージオマハダオンダのホームスタジアムであるエスタディオセロデルエスピノがあり、またアトレティコマドリード B もこのスタジアムをホームスタジアムとしている。このスタジアムは3376人を収容する。1992年にはアイスホッケークラブのサットマハダオンダが設立され、スペインの全国リーグであるリーガナショナルでホッケーイエロに所属している。 1997から98シーズンには、スウェーデン出身の元 NHL 選手である、ケント・ニルソンが在籍し、1998年には、リーガナショナルで、初優勝した。スケートクラブのクルブイグルーは、多数の有力選手を輩出しており、2010年、バンクーバーオリンピックには、ソニア・ラフエンテや、ハビエル・フェルナンデスが出場した。ありがとうございます。